で、あと、ね、ちょっと話遅れたけども、うん、嫁を名乗って、婚姻届にね、婚姻届を勝手に書いた、ね、ゆりやさんが捕まったみたいです、皆さん。ね、そう、捕まったみたいです。どうやら。4月1日に、本当な、4月1日だから、嘘なの、嘘じゃないのってなってたけど、おめでとう。いや、まあね、おめでとうではないのよ。祝杯あげられないのよ。結局、捕まったから嬉しいとかじゃなくて、ね、俺は、席がね、そう、自分のね、ステータスに傷が入ってんのは変わらないから、傷ついた戸籍が元に戻んないと、俺は美味しいビールが飲めないわけ。うん。どの罪状で捕まったの？どの罪状で捕まったか？それはわかんない。うん。それはわかんないね。どの罪状で捕まったかは、ちょっと俺はわかんないな。うん。てか言えないです、正直。どの罪状って受けるな。うん。裁判どうなんの？それもわかんない。ネタにできる日が来たらね、言えるんだけどね。言えないね。でも、捕まったのは、もう間違いなく事実です。うん。あの方、障害持ち？あれで健常者なわけないだろう。裁判できんの？捕まったら裁判ができるか？知らない。わかんない。もう、それはわかんないね。なあ、もう、彼女できたら不倫になるね。まあ、実際そうなっちゃうよね。うん。障害で罪軽くなるのかな？わかんない。捕まってもそうなのか。とりあえず身の危険の心配はなくなったからよかった。いや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 。ね、いろいろね、捕まったら捕まったで問題も起きるわけよ。こういうのって。うん、まあね、普通の案件じゃないから、いやマジで想像の範疇超えてると思う。皆さんの。そう、もうここまでしか言えない。もうマジもどかしい。全部言いたいけど、本当に、君たちの想像の範疇をめっちゃ超えるような出来事が、水面下で起きてる。怖えし、わけわかんねえし、なんでこうなんのみたいな感じ。婚姻届ってなかったことになんの？いや、それも、だから裁判がね、もう、うまく進んだら、旦那さんだから大変なのかな。いや、そういうわけじゃないよ。あの猫のやつガチだもん。あの猫のやつはガチだね。うん。役所が被害届出してもスムーズにいかないもんなんだね。なんかスムーズ、なんか、どのレベルがスムーズなのかがわかんない。うん。あ、いいじゃなく執着だよな。とりあえず本当にね、わかんないし言えないことが多すぎる。ここに関しては。とりあえず捕まったみたいです。でも、捕まることによって、何が怖いかっていうと、向こうのお金が貯まるんだよ。もうこれ以上は、なんか、言えないけど。ね、毎月、遺産がね、毎月入ってくるわけ。これ、シャバだったら消費するけども、シャバじゃなかったら消費しないわけじゃん。貯まるんだよ。これ怖くない？めちゃめちゃ怖いんだよね。活動費が貯まるんだよ。期間が長ければ長いほど金が貯まってくんだよ。めちゃめちゃ怖い。でも家賃払ってるんじゃないの？家賃って、だからさ、所定の場所にはいないでしょ。そう。なんか、宿借りみたいな生活してるわけじゃん。なんか住まなかったら金払わなくていい生活してるから、金貯まるんだよ。絶対。そう、ホテル暮らしとか、なんかそういうシェアハウスみたいなところに、そう、行ったり来たりしてれば、じゃあ刑務所入ったら、別に、金必要ないじゃん。たまらないくらい賠償金取らないと。いや、そんなね、スマートに行かないよ。税費が浮いてんのは立ち悪い、うん。しかも刑務所なんとも思ってないやろうな。うん。なんとも思ってないよ。まる直前に別のシェアハウスに越すのが決まったとか言ってる。まあでも、捕まることを嬉しくは思ってないんじゃない？毎月いくら入るんだろう。知らないけど、でも、実際本人が言ってるってことは、まあ間違いなく入ってることは確か。いくらかわかんない。15毎月15万入ってくんの。かなりまとまったお金入るわけよ。そう、出てきた瞬間に毎月15、じゃあ口座に入っていきますってなったら、結構でかいお金貯まっちゃうわけじゃん。怖くないっていう。もう、オートチャージ。1年入ったら180万。1年入ったら180万貯まるわけよ。そう。前は、この婚姻届みたいな勝手に出される前っていうのは、捕まって、溜まったお金で、ずーっと付きまとわれてたの。全国各地。ね。怖くない？だから俺が北海道に用事があって行ったら北海道来るしっていうのは、ね、お金に余裕があるからできることじゃん。店に来たりとかしてなかったよ。店に来たりっていうのは、まあ、一回ね、SNS に店前まで来てんのとかあったよ。まあ、難しいね。今捕まったっていうのが追い風になればいいけど、向かい風になったら最悪って感じ。今現状は。うん。だから、ナーボ捕まったんだ。あ、ナーボ、ユリアちゃん捕まったんだ。よかったね。みたいな感じで、そうだね。とは言えない状況。本当になんか向かい風になる可能性とかがマジである。うん。
ね、大阪でさ、付きまとわれてんの見つけてさ、お互い関東に住んでんのに、大阪に同じタイミングでいるのって、ついて来られてるじゃん。そう。で、それで、もうなんでついてきてんだよ、つって追っかけたら、ついて来ないでください、みたいな感じ言われた時は、ごめんなさいってなったよね。一瞬ごめんなさいってなって、あ、ごめんなさいってなって、ね、いや、お前やんみたいな。放送回してる時に、なんかコソコソしてるなと思って、見たら、ついて来られてて。追っかけたら、ついて来ないでください、みたいな。いい加減してくださいとか言われて、俺、加害者みたいな。加害者え、俺、加害者じゃん。いや、被害者やわみたいな。なんでやねんつって、大阪にいたから、すごい突っ込もうと思ったもん。びっくりしたよね、あの時は。コントストーカーだよね。カエル化現象が。追っかけられると、追っかけてる時は好きだけど、追っかけられると嫌いになったみたいな。やかましいわ。普通に。法律で婚姻歴がなかったことにできないの。なかったことにできないのって言うけど、そもそも俺入れてないの、席を。席を入れてないのに入れたことになってるから、それに対して訴えかけてんのよ。いや、入れてないよって言ってんの。そう。じゃあ入れてないっていう証拠とかを集めて、入れてないっていう形を事実だっていう形にしないといけないわけ。事実だから事実の裏付けをしないといけないわけ。それにものすごい時間がかかんの。ものすごい時間がかかるわけよ。なんか時系列とかをなんとなく知ってる人は、いや、ナーボーは入れるわけないよねって思うけども、そんななんか偏った見方しないから、そう、警察もそうだし、そのなんか裁判しても裁判官だったりとか、もう、そんな偏った見方はしないから、もうフラットな状態で見てっていうので、すごい時間がかかんの。ユリア保管庫はかなりの証拠にならんの。あ、まあ、あれはね、なるけどもっていう。うん。ね、でも生放送の証拠って、なんか言った言わないとかになっちゃうからね、結局。そう。参考程度にしかなんないんだよね、生放送で言ったこととかって。まあだから、ね、相当時間かかるでしょ。怖いけどね。怖いしだるいけど、時間かけるしかない。コインドゲ受け付けないように役所に手続きしないと今回の被害で誰でもされるって分かった。そうだ、これ俺はない、私はないって思うかもしんないけどもね、仕事とか生活の仕方によっちゃSNS で活動してる人とか有名人じゃなくても起こり得るよねっていうのは、まあ頭の片隅に入れといた方がいいっていう。キャバ嬢をやってますとかだったら全然可能性あるし、コンカフェ嬢やってますって言ったら全然可能性あるし、ちょっとこの人怖いんだよな、俺に対して好きっていう気持ちが、みたいな、愛が重いんだよなって思ってるカップルとかもそうだし、同じ職場にそういう異性がいたりとかしたら、もう、1% ぐらいあるからねっていう話。もう自分 100% ないとは言い切れない話だから、怖えよねっていう。